You're listening to Shibuya Cross FM. Gogo no hitotoki. Taizo!心に寄り添い地域に貢献する元町役場公務員歌手田辺泰造でございます。皆さんこんにちは。はい、6月26日水曜日第16回目の午後のひととき泰造映像生放送生配信でスタートいたしました。皆様お元気にお過ごしでしょうか。もういよいよ、東京都内も梅雨入りしましてですね、もう非常に梅雨入り宣言した後から見えない湿気の壁を感じて暮らしております。一歩動けば汗が滴る。僕なんか特にね、いわゆるこうワークアウトってトレーニングをしてますんで、もうそれが終わったらもうねポタポタ落ちちゃう汗、この処理にね非常に困っておりまして、今日もあの朝トレーニングしてからここにたどり着いたのまたちょっと汗かいてて実は着替えてます僕そんなことがありました。でも元気にお送りしていくこの番組は、渋谷区神南シダックスカルチャービレッジ1階の渋谷クロス FM サテライトスタジオより生放送、そして、ホームページ、スマートフォンパソコンからも、ホームページからこのカメラでこの状況が、生視聴できるということでございまして、この番組は、アーティストゲストはもちろんなんですが渋谷区に限らず、地域で活躍している会社企業様を紹介していく、人と地域に寄り添う番組を目指しております。ということで、まあ、この1ヶ月間先月ね、5月にお送りしまして、その1ヶ月間ちょっとまあ告知させていただきました、大衆演劇ネクスト、早見えと特別公演、ね、民謡主催の公演がありまして、愛知県岡崎市民会館、三重県四日市文化会館大地ホール、そしてまた愛知県の一宮市民会館の、まあ、約1000名から1500名の、まあ、大きな舞台での公演が無事に終了しまして、今月のラジオのスタンバイに至っております。いやもう本当にね、その時にこう皆さんから受けたこのエネルギー、そして僕が、蓄電したものを今日またこのラジオで、発信したいなと思っております。放電したいなと思っておりますのでよろしくお願いします。さあ、まず今月はですね、ゲストの皆様たくさんいらっしゃっております。まず2組3組いるんですが、企業ゲストの方は2組でございます。まず1組目ご紹介させていただきます。一般社団法人グリーン&アート、代表理事の蘇和島健様でございます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。ようこそいらっしゃいました。はい、まず皆様、クリーン&アートと言っても、ちょっとねどういう会社かというのもありますので、会社名と業務内容、などちょっと教えていただきたいなと思います。はい、一般社団法人クリーン&アートの代表理事の蘇和島と申します。業務内容としましては、渋谷区内で落書きの消去業務と、あとは壁画制作を行っておりますということでございます。皆さんも見ました。もう早速画面を見せていただきまして、まあ、この内容はね、ちょっとオープニングトークの後にまた詳しくあの皆さんにお知らせしたいなと思います。いいんです、いいんです。もうね、分かりやすく、もうちょっとハッとこうね、なんだよ、サブリミナル効果みたいなね、ところがありますけれども、まずタイトルコールをしまして、クリーン&アートさんのご紹介、そしてお話、深掘りに迫りたいと思います。それでは、皆様、午後のひととき、泰造映像と、私、タイトルコールしますので、泰造映像とね、腕を上げていただきまして、ご唱和いただきたいと思います。それでは、参ります。午後のひととき、
タイゾーエンゾー。この番組は企業のシステム構築、株式会社シスナビソリューションズほかの提供でお送りいたします。オープニングトーク元気いっぱいお送りしました。でサテライトスタジオということで、このスタジオ前もですね、本当にたくさんの皆様が往来しております。オーライということでございますが、もうね、手を振れば振り返していただける、ほらほらほら ね本当に嬉しいもんでございます。はい、ここでメールが来ております。2通ご紹介したいと思いますね。まずは太蔵さんこんにちはといただきました。毎日蒸し暑くて体がへんてこですといただきました。マルブーさん、太蔵さんは大丈夫ですかということでございます。はい、僕は汗をかいて暑いのが大好きでございますのでね、寒いのは逆に僕は超苦手でございます。この蒸し暑さに何か対策してますか。今日はどんな話がするのか楽しみです。体に気をつけて頑張ってくださいねといただきました。蒸し暑さの対策はもう逆に汗をかいてしまうことですね。僕は先ほどちょっとねオープニングトークでお話ししましたが、トレーニングをしているので汗をかき切るというのが本当に僕の、ところでございます。工夫でございます。で、まめにあのフェイスタオルとか、ああいう使い捨てのね、あるでしょ、ギャツビーのあれとか、ああ言っちゃった、そういうね、清涼製品ね、あの制汗剤とかそういうのを使う、そういうのが僕の蒸し暑い対策ではないでしょうかね。そしてもう一つ、太蔵さんこんにちはといただきました。はい、しーちゃんさん、はい、今日は見えるラジオ、太蔵さんを見られる午後の一時楽しみにしています。先日の大衆演劇ネクスト公演とても素晴らしかった、感動しましたよ、ありがとうございました。これからもお体にお気をつけて頑張ってくださいね、応援しています。また来月のイベントも楽しみにしていますということでございます。はい、これからね本当に夏にかけてね、まあ、夏はフェスティバルとかたくさんありますんでね、盛りだくさんになっていきます。さあそんなところで本編いきましょうか。一般社団法人クリーン&アート代表理事の蕎麦島健様でございます。改めましてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今回、この蕎麦島代表にお越しいただきました経緯というのがちょっとありまして、実は僕あの地域に貢献する元町役場公務員歌手ということで、まあ、地域の行事にはなるべく僕は顔を出すようにしております。で、昨年の10月末にですね、東京都渋谷区桜ヶ丘という僕がお世話になっている拠点がありまして、ファンクラブ事務局がある、拠点があるんですけれども、そこでいわゆるこのクリーンアップ作戦でしたっけ、そうですね、クリーンアップ作戦というイベントがありまして、まあ、ゴミを拾ったり、まあ、なんかちょっとなんていうの、カビっていうかな、あのすす汚れとかをちょっと高圧洗浄で落としたりとか、歩道をきれいにしたりとか、まあ、そういう活動をしたんです。もちろんゴミ拾いもそうですけども、町の美化活動というのに僕参加しました。そうしますとですね、ある団体の方をあのそのクリーンアップの方から紹介されまして、なんと今回ちょっと主軸になってこの数年渋谷区桜ヶ丘のこの落書き除去消去にご尽力されている、蕎麦島さんという方をご紹介させていただきますということでご紹介させていただきました。ここでちょっとその時のお写真があります。どうぞ。はい、これすいませんね、はい、こんなん懐かしいですね。はい、で今日はその時のいでたちで今日もお越しいただきまして、はい、具体的にこの時に、取り組んでいたことをちょっとまあ簡単にちょっと簡単にというか、はい、ご説明していただきたいなと思います。この、桜ヶ丘地区の、はい、町の方々から一応いろいろ渋谷区に通報いただいて、我々がその一角を消去しました。その際に、うん、あの昨年のこのクリーンアップ作戦の時にあの表彰していただきまして、うん、うん、そうでした、そうでした、はい、でそれプラス、その桜ヶ丘地区の、まあ、総勢200名集まったイベントだったんですけれども、うん、まあ、あの近隣の専門学校とか近隣の企業様と一緒に一応桜ヶ丘地区の要は電柱とか落書きとかシールを剥がす活動を一緒にしました。素晴らしいですね。皆さんもね
はい、画像の方はもう大丈夫です。ありがとうございます。あの皆さんもね、ちょっとやっぱり街中を歩いていて、特に東京都内とか歩いていますと、そうでなくてもなんかスプレーで英語アルファベットでこう文字の羅列みたいな、なんかアイアムはなんとかとかなんか何でもいいんですけど、そういうなんかこうね、落書きっていうかアートなのかね、そのすごく上手に描いている落書きなんかもあるんですけれども、そういうのを消したりって、そういうのっていつ誰がどこでどういう風に書いてるのかなみたいなのを思っていたりして、これってなんとか商店さん、山田商店さんの個人商店のシャッターにそういう落書きされたりとかして、すごく僕ね、これって大丈夫なのかななんてちょっと思ってたりします。地方の遠征とか行ってもね。でその中で、まあ、2019年に設立された一般社団法人クリーン&アートさんということで、業務内容は先ほどおっしゃっていただいた落書き消去業務と壁画制作ということで、これもともと渋谷区で今回桜ヶ丘地区で展開されましたけれども、もともとこれどこからスタートした活動なんですかね。もともとというか、僕自体が東京芸術大学の壁画科を専攻してまして、ましたか、東京芸大ですよ、大学院、芸大の大学院まで行かれて、大学院というか、まあ、学部は油絵科っていうかで、大学院が壁画科っていう専攻でございます。すごいです、はい、ちょっと次元が違います。とんでもないです。それで壁画家というところを専攻していらっしゃって。そうですね、うん、それでまあ2010年に荒川区の壁画を、まあ、あの6カ所ぐらい、まあ、年に 1,2 個増やしながらやってきた中で、うん、で、まあ、あのそのうち落書きのないところにも壁画を描くようになって、まあ、それはそれで、まあ、素晴らしい、と思ったんですけれども、2017年にちょっとあの他の東京のエリアをリサーチする、リサーチしようかなと思った時に渋谷がめっちゃ多かったんですよね。なるほど。ちょっとここでさっきのちょっと落書きの、はい、画像をちょっとご覧いただきたいなと思います。まあ、こういうの、まあ、これがまあ現状、落書き禁止と書いていてもこういうちょっとそうですね、アートチックな落書きなのかアートなのか自己主張なのか、で、まあ、僕別に好きか嫌いかっていうのは、まあ、別としておいて、うん、あのまあ、渋谷は寛容な街なのかなとか、うん、まあ、ストリートアートよく聞くしなって思って、はい、でそれで、まあ、先ほどのその時その年に実は桜ヶ丘の国アップ作戦に参加したんですよ、うん、あ、そうなんですね、2017年、はい、18年ですね、はい、でその時にあの街の人にちょっと聞いてみたんですよ、うん、要は商店会の方が集まってたんで、うんうんうん、いやみんな落書き好きなのかなとか、グラフィティとかストリートカルチャー好きなのかなと思って、うんうん、ま、あの商店のシャッターに落書きされた方に聞いてみたら、うん、めっちゃ怒ってんですよ、ね、絶対許せないって本当ですか。でだから自分が渋谷に思ってた思いと、うんうん、実際に住んでいる人の思いっていうのにこんな違いがあるんだなっていう、うん、まあ好きな人もいれば嫌いな人もいるけど、うん、あ、やっぱちょっと話聞いてみると違うなって、それも何人かに僕もヒアリングしてったら、はい、あ、みんなめっちゃ怒ってるって、はい、大変困っていたと。そうですね、いうことです、ね、困っている。うん、でそこで、まあ、そのプロジェクトを渋谷区でも展開していこうという流れになったということですね。で2019年に、任意団体から一般社団法人化をされて、はい、より広いエリアで、そうですね、一般社団法人になったのと、うん、まあ2、3年ぐらいは月に1回の、うん、要はボランティア活動でやってたんですけれども、うんうんうん、いや月に1回1つの壁消しててもなかなか難しいということで、うん、まあ、タイミングよく2021年から渋谷区の落書き対策プロジェクトっていうのが始まって、3年間、今4年目になるんですけれども、うん、あの 毎年住宅事業者としてやっております。はい、個人的な質問なんですか。はい、どうぞどうぞ。あの壁画っていうか、あの落書きを消す方法って具体的にどうやってるんですか。方法は基本的に溶剤で消すのと塗装するのが2つあって、はい、溶剤は、あの要はあのスプレーで溶かして取るやつと、うん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 、あと壁を塗るっていう、上塗りしちゃうと、上塗りする作業で、結構これが難しくて、はい、我々は民間の要は建物のオーナーさんのを消してるんですよ、うん、で要はオーナーさんって元の壁の色に戻るかっていうのが実はものすごい気にされてるんですよね、うん、要は
パッチワークみたいになっちゃったら恥ずかしいですか、うんうんうん、あ、そうですよね、うんうんうん、でまあこれ僕が芸大出身なんですけど全く同じ色が作れます。すごい。はい、だからあの渋谷歩いてたら今度紹介しますよ。あのこの境目気づくっていうのがたくさんあります。すげえ、これはちょっと細かすぎるマニアック視点ですね。はいはい、わあ、いいですね。いや、こういうお話はね専門家の耳からじゃないと聞けない話ですからね。はい、嬉しいですね本当に。まあ、そんなところでこれね1時間の番組できます僕ちょっと今日確信がありましたねまたじゃ あのいつかまたちょっと企画しますので、このクリーンアップ作戦が近づいてきたらまた皆さんにあのお知らせがてらまたちょっとご出演していただきたいなと思います。はい、さあそんな蕎麦島代表、ちょっとまあ将来のビジョンでね、まあ、もちろんその日本国内にとどまらず海外というビジョンも携えているというところで、そんな蕎麦島、代表のプライベート一個だけちょっとまあね、もう本当に真面目な話を続いてきたんでねちょっとここで最近のマイブーム教えてください。マイブームはまあ言語を学ぶことで、今セルビア語を習ってます。ね、ちょっと違うでしょ英語とかじゃないんですよ。だって英語も習ってて、セルビア語も両方習って、さらに加えて、加えてセルビア語、セルビア語って例えば どういう感じですか。セルビア語、ドラボっていうのはこんにちはとか、はい、クバーラっていうのはありがとう、ヤサム県は私は県ですっていうことだったり、まあ、たまたま英語の先生がセルビア人で、うんうんうん、今年から気づいたらセルビア語講座に変わってたって、そこからもう英語からまあでもなんか要は英語セルビア語を学ぶとなんか英語がなんか逆になんかライトに感じるって不思議な、まあ、多言語を学ぶとちょっと興味深いです。やっぱりまあアートはね、あの国の境を垣根を越えると言いますからね、これからも どうかワールドワイド、はい、そしてまた渋谷区を拠点に、気持ちは拠点に頑張っていただきたいなと思います。はい、もうまた必ずこれね第2弾私企画させていただきますので、またお越しいただきたいと思います。はい、さあ、ここまでご紹介させていただきました、一般社団法人クリーン&アート、蕎麦島代表にお付き合いをいただきました。さあここで1曲ご紹介をいたします。田辺泰造でありがとう、明日への架け橋です。生きてきたがむしゃらに生きてきた夢を見て生きてゆくまっすぐに生きてゆく夢を追いかけて涙して信じてる苦しみさえ信じてる明日への架け橋心に愛の歌
ありがとうの思い出つなぐ幸せの田辺泰造でありがとう圧勢の架け橋をお送りいたしました。さあここでメールを紹介させていただきたいと思います。たいちゃんこんにちは。これ先月も来ました。はい、はい、そうですね。ゲストのクリーン&アートさんちょっともうお帰りになりましたけれども、はい、呼吸さん伏せマン様こんにちは。梅雨に入りありがとうございます。毎日ジメジメして気分も下がり気味ですが体調はいかがでしょうか。湿気に負けずに泰造パワーでみんなに良き波動を送ってね。今日から和歌山から見てるで。体調には気をつけて頑張ってね泰造映像ということで美和ちゃんでございました。いつもありがとうございます。はい、実の姉でございます。このくだり先月もやりました。はい、それからもう一つ泰造さんこんにちはといただきました忘れん坊さんですね。午後のいただき泰造映像楽しみにしていました。仙台から応援しています。蒸し暑い日が続いていますので体調に気をつけて頑張ってくださいということでございました。はい、はい、それでは、2組目の、お客様のご紹介でございます。この人がスタジオにやってきた。はい、2組目のゲスト様は株式会社呼吸様、そしてなんと、先月に引き続きまして、フライングキッズの、はいはい、有限会社クラウドクックランド、ね、クラウドクックランドですね、はい、の、フセマンさんこと、はい、フセマンさんにお越しいただきました。ありがとうございます。ちえちゃん聞いてるか。よろしくお願いします。はい、ちえちゃんってちえちゃん、ちえちゃん、ちえちゃん来てるってね。はい、今日のゲストさんの、はい、社長のね、社長のファミリーだそうでございます。はい、ここでは、隠し事はできないということでございまして、はい、お越しいただきました。改めましてまずはあの、呼吸さんの、ご紹介ということでございます。改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、代表の上島博之社長でございます。はい、まずあの設立年と業務内容、まあ、どういうお仕事されているのかちょっとお教えいただければと思います。はい、設立は2002年、はい、日韓ワールドカップの年に台湾料理を渋谷で始めました。はい、でもう今ね、渋谷の某所で展開されております。もうね某所って言っても調べりゃすぐ分かるんですけれども、ゼリタワーですか。まあ呼吸さんっていうね名前で台湾料理で僕もちょっと下調べというか、うん、調べさせていただきましたらもう本当に台湾料理の中でも、火鍋、はい、ね、あの台湾料理といえば欠かせないメニューでございますよね。はい、こちらがすごく有名でございまして、はい、そしてまたなんかもう、ま、たなかなかね社長ご自身から言いづらいと思うんですけど本当にリーズナブルでございます。はい、で、まあ、あのフセマンさん、うん、まあ、この呼吸さんとのお付き合いというのが割と長いと、うん、もう20年ぐらいですね。だから20年前ぐらい、店ができて20何年、ね、22年ですね。22年ですよね。でその、まあ、20年前にこれ何か仕事帰りか、うん、あのね共通の友人がいて、あの近くに住んでたので行ったんですけど、うん、そうしたらね芸能人御用達だったんですよ。うん、有名な方がねいらっしゃって、あまり言うとね、そうですね、そう来ちゃって行列とかできちゃうと僕入れなくなっちゃうんであれなんですけど、ね、でもお店の名前も言って、うん、そのワードを言うともうみんな調べちゃうかもしれない、調べちゃうかもしれないですけども、うん、そこは言っときましょう、ね、お店のちょっと様子をちょっと、はい、飲み物そうでもほら台湾のね、そうそう台湾ビール、台湾ビールもね、うん、こうやってもうたくさん、はい、台湾料理呼吸渋谷とも出てますからね。火鍋、はい、空席確認、あ、これが火鍋、美味しそうと今日行こうかなと思ったらね、うん、社長は家族サービスの日 でお休みだそうでございましてそその行けばお会いできるんですか。あ、もちろんあの週6じゃ週5働いてて5、6ね、はい、週5ゴルフ週5ゴルフに行ってます昼間ゴルフやって夜はちょっとね厨房でいらっしゃる、ね、厨房と半々ですね。あのあ、はい、
あ、じゃあ、人がいない、足りないところに行ってみた、ね、もう1店舗しかないので、はい、上島なんて、なんて呼ばれてるんですかね、ヒロ君ですか、やっぱりスタッフからですかえ、お客さんとか、ほら、常連さんから、あ、でも店長ですかね、そうそうそう、店長、そうですね、まあ、店長、はい、店長って、そうです、そうです、まあ、そういう、まあ、なんていうのかね、そういうちょっと、まあ、芸能活動がちょっと盛んな、はい、エリアに店舗があるということ で、 あ、そうですね、あの有名な、ね、あの劇場もありますし、はい、近くにありますし、はい、まあ、そういう意味ではすごくそういう関係者、うん、終わり、あの仕事終わりに寄ったり打ち上げで利用したりとかっていうことが、まあ、多いんでしょうね。そうですね、もう本当、うん、お酒の席なんでみんなはっちゃけてますね。ですよね、はい、なかなかその本当の顔が個室もないところでよくみんなさん来てくれるなと思うんですけど本当にそうですかね、はい、なんかほら社長の顔って、うんうん、山田孝之さんとかにちょっと似てるじゃん、濃い、そうそうそう、ちょっとあれですかね、ね、ちえちゃんね、沖縄そのふりされるとちょっと今なんかはにかんでますからねちょっと今ほらほらほら、もうちょっとあの今ほらこうやって言う振るとカメラがあっちのカメラに変わるからそうか、ね、変えないで変えないで変えないで、プライバシーガードをちょっとこうやってやります、ね、はい、まあそんなところで、まあ なんていうのかね、あのそういう立ち寄りやすくて集いやすいお店っていうのは僕はすごくいいと思うんですね、うん、いやどうしようかなってわざわざこう予約、もちろん予約しないと入れない人気店なんですけども、うん、そのわざわざ決めてじゃなくてちょっとフラッと今日ちょっと鍋食いたいなとか、そうですね、ちょっと台湾ビール飲みたいなっていう時にフラッと立ち寄れるところがいいですよね、うん、そう、うん、あのね、で本当にね何度も言いますけどリーズナブルなんですよ、うん、そう、気取りがなくてね、メニュー見たらだって3名様から2時間飲み放題でコースですかあれ、そうです、で4300円税込み、税込みでですよ、はい、まあ、それが一番安いコースっていうか、まあ、あれなんですけど、でなんか、特別メニューで呼吸スペシャルみたいななんかありましたね、ありましたっけそんなありましたっけ、こういうところがいいですよね、そうそうそう、あのさっきはねホームページっていや、うちホームページないですよ僕ホームページ見ましたけどみたいな話になってね、すごいなんか意外とねネットリテラシーが低いんだまあそれだけ現場に力を注いでいるという、味とガッツにだから SNS とかそういうとメディア系は、うん、あのどなたかに、そうです、そうですね、で、そうです、ちえちゃん、はい、ちえちゃんに任してるんでしょ、任せてそう、だってね、今、ハテナみたいな顔されてますけど、太蔵さんに、はい、あのアンケートをね、送ろうとしたら、はい、いやアンケート送っといてって言ったら、はい、どうやってあれに記入するんですかって言ってあのワードのテキストに多分入れたことがないんだろうなと思うぐらい、やっぱり料理に紙に出してから、うん、その手書き書いてっていう思って、うん、試しておくのかななるほど、なるほどなるほどね、でもいいですね、なんかこう昭和かたぎな温かみがありますね、これがもう料理に反映されてるんですよ、店の雰囲気と、ね、すごいちゃんとフォローしてくれる味にね、本当にいや、本当にね一つポロって落としたらもうこうやってもりもり増やしていきますんでっていうか本当に素敵な、ね、もちろんそのクセマンさんの人柄から派生するお店、はい、これいい方に決まってるとも僕決めつけてました、はい、でもお会いしてその通りでしょうよ、そうです、ね、でこれなんかちょっと僕がね事前にいただくアンケートシートあるんですけれども、はい、これ結構淡々と、はい、なんとかです、なんでこの仕事をしたんですかっていう、はい、まあ、理由、先輩に誘われてしか書いてないんですよ、はい、で結構この人怖い人なのかなとかねちょっといろんな想像を巡らせましたどんな先輩だっていう、なんか巡らせて、もう余計なこと聞くんじゃないよってかっこみたいな、余計なこと喋りませんみたいなね、ことが書かれているような気もしたんですけど、うん、さっき楽屋でお会いして、うん、わこれは僕の想像にしかなかったなと、うん、いうことで、でなんでこの呼吸に至る台湾料理というか飲食業にこう転じたというか、参入したそのきっかけみたいなのって何なんですかね。あでもまあ基本的にはもう料理は好きでしたね、そう、高校生の時に、はい、全国大会でね、俺が説明しちゃうね俺が説明しちゃうね、さっき話してたんですよなんかマネージャーみたいな、まあ、余計なこと喋らせないようにしているマネージャーさんみたいな感じに僕には見えますからねいやでも本当にそれだよって言ったんだけど、そうです、高校の時に料理の全国大会で大人も混ざった全国大会で入賞してるの、そうなんです、大人も高校生大会とかじゃなくて、うん、県で1位になって全国大会みたいな、え何県ですかそっちの、宮崎県、はい、宮崎のご出身、あそうですそうなんです、その時に、うん、ラジオに初めて出たっていう
2回目なんですって話からそういう話になって、まあ、それがきっかけじゃないやっぱほら僕らこういう喋る仕事とかもしてるから、うんうん、それを聞かれたら一番派手なエピソード書くじゃん書きます、ね、で そこを出さないってそうですねそれ一番派手じゃん、まあ、高校の時にね県で優勝したとかで普通はこういうアンケートのカルテとかに書いてくださるんですけれども、うんうん、それなくてもう本当にね僕このアンケートシートの内容から見たものが真面目だと思います、うん、めちゃくちゃ真面目だと思います、うん、で、次に僕が聞きたかった、はい株式会社コキューさんで、うん、一番大事にしているセールスポイントは何ですかってお伺いしたんですよ、はい、そしたらどうぞ開店時間と閉店時間を守るいいぞ難しいですもうねこももうねお父さんに決められた門限までに帰るみたいなそのぐらいのものをちょっと感じたんですね、はい、でそれまでは、うん、もうさっき のアンダークなイメージがあって仕事だから当たり前だろこんなの前時間に守る時間厳守に決まってるんだろっていうふうにアンケートシートから読み取ったなるほどで楽屋でお会いしたらさっきのパパに怒られるから早く帰るみたいな感じにここがカッてすり替わりましていや、まあ、本当にだから根がやっぱ真面目だから、ねうん、真面目だからこそいい、はい、その誠実誠意が精神誠意が、うん、こう誠実さがこう料理に現れているんじゃないかなと思います、ね、それがこうあれでしょこうお客さんの信頼をいや本当にもう難しいんですよ本当に、うん結構飲食店あるあるで、はい、ラストオーダーを5分前に取ったりとか、うん、10分前に取ったりとか、うん、今日お客さんいないからじゃあ早く閉めようとか、うん、あるんですけど、うん、うちはもうきっちり守ろうっていうなるほどやっちゃダメダメだよねそう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 、そうなんですそうなんですそこは今まで守ってきたかなねフライングキッズさんとかフセマンとかあったじゃないですか、うん、その今日客一人だから客減らそうかみたいなそれないですかそれならやっちゃダメダメダメですよねダメですよねそうそうそう本当に一人でやろうが入って100人であろうが満席であろうが、あろうがやることは全部全力でやるというのと同じ、はい、飲食店としてはもう閉店時間は厳守すると、はい、開店時間も厳守するというのでございますね、はい、でそんないわゆるこの誠実さあふれる、うんはい、社長にお伺いをしております上島社長にお伺いしているんですけども、はいはいまあ、この、まあ、開業して25年、はい、4年、はい、25年6年かでその中でいやもうこれ会社をやっていてこうピンチだなと思ったこと、うんまあ、いわゆるこう一番の危機みたいなのってどうでしたかねやっぱりあの時ですかそうですねやっぱりコロナの時ですかね、はい、うんは本当に先が見えなかったですからねでもこれでもねアンケートシートには創業以来ナンバーワンな出来事がコロナ禍って書いてくださってるんですよ、うんはい、これはいい意味でも悪い意味でも一番の出来事だということですよ すね、うん、この時ってどうされもう休業されてましたあそうです、そうです守ってやってましたね、うん、だけど本当に8時までしか営業できないとか、うん、あそうですね、まあ、19時までしか営業できない、うん、いろいろルールの中で、はいうんまあ、この中で我々のね、はいはい、エンターテインメント業も、うん飲食業も一番ダメージを受けました、うん、あれじゃないですかね、業界がもう、うん、まあそのおかげで僕はいわゆる何て言うんですかああいう ICT っていうんですか、うん、ITC っていうんですかICT? 配信とか、はいはいはい、そういう技術のスキルを学ぶ時間になりましたね僕の場合は、うん、であとはまあその楽器とかあと創作活動に充てるとか、うん、そういうところとあとは僕は元町役場公務員なんでいわゆるこの補助資金申請とかのどんな補助金があるのかを徹底的に調べてもう申請業務に急ぎしみましたね僕はねっていうところ ICT 円化化しね新しいわあなたを ICT いますみたいなねはい行きましょうカーンはいはいはい、その中で、まあその苦労された時にやっぱり一歩ずつ何かに取り組もうかなって言っていた出来事ということで、うん、苦労したなというエピソードやっぱりお客様を集めることというかそうですね、ご来店者数を増やすこと、うんそれでね、何か取り組んだことってありましたか？いやもう本当にチラシ作って、うん、下では毎日のに巻きましたね、うん、配って雑居ビルの4階なので、うんうん、本当にお客さん集客するのに、はあ、そう苦労しました。
ビルに入って4階に上がってもらうってね、そうなんです、結構よっこらしょですよね、うん、そうハードルがね、ハードルがねあるよ ね、そのチラシになんかあれですか、割引とか、そうです、本当白黒のチラシを印刷して、うん、赤い 10% オフみたいなのを押してこれ持ってきたら割引しますよっていうようなチラシがあったんですけど、本当に毎日配ってもう名物ぐらいになってるぐらい、もう 7、8 年ぐらい毎日僕じゃなくてもバイトの子が配ってくれたりして、うんうんうん、本当それこそ東急の文化村の終わり時間終点時間にバーって人が出てくるんで、そこめがけて2人がかりで配ったりとかして、で今でも本当その劇場を見る前に宇宙でご飯食べてから行くとかいう常連さんもできたりして、つながってるのが、つながって、はい、いいですね。もうだって感激する前に、感激観覧する前に食べるか、終わった後に食事したいなっていうのを僕なんかも探しますもんね。そうそう、先日もあの東京ドームシティホールでコンサート 見たんですね。で終わってからどこでご飯食べようかなって、で皆さん同じこと考えてるから、どの店舗も満席なんですよ。なるほどね。でちょっと離れたところに知ってる店があるとそこに行きたいなって、その熱が冷めないうちになんかそういうお腹も満たしたいなっていうところがあるんで、そういう店があると、なるほどね。だからそのシアターコクンとか出てる芸能人の方も打ち上げで、終わった後ね、そうそう使ってくださる的なことだったらしいんだよね、まあご代弁をいただいているということでございますが、まあそんなね、ここまで熱弁をね、熱いお話になっているお店の呼吸さん、皆さんぜひねご利用いただきたいというところでございます、はい、だから渋谷クロス FM を聞いたよって言って、いう方がいれば、来た人がいれば、これは社長のサービスが絶対あります、何らかのサービス、何かがね、はい、何かしらあります、お通しが何増えたりとかとありますね、割引があったりとか、そう、はい、ね。ということでございます。はい、まあ、そんなちょっと、はい、小江島社長の、トークフォローをしてくれているクセマンさん、はい、ここでちょっと1曲ご紹介していただきたいなと思いますが、はい、一押し曲ぜひお願いします、はい、ね、1月に、今年の1月にリリースしました、ジャーネという曲を聴いてください。います、今の YouTube ですね、お聞きいただきたいなと思います、はい、さあ続いては、田辺泰造の、歌ってみ泰造のコーナーでございますよ、今月の歌は、今一番頑張っております男のロマンというシングル CD のカップリング曲で、もう非常にアッパーソングでコンサートライブでは非常に盛り上がる今夜だけはシンデレラ
という楽曲を歌わせていただきたいと思います。この曲知っている人は知っています、知らない人はもちろんご存知ではありません。皆さんの愛の手を入れる場所がサビの部分にありまして、うん、今からちょっとご説明をいたします。抱きしめて離さない、こういうね昭和歌謡の匂いがするアッパーソングです。抱きしめてタイちゃん、離さない、うん、タイちゃんでございます。皆さん、うんは言わなくても大丈夫です。それでは元気いっぱい参りましょう。今夜だけはシンデレラ。茜空に輝くウサイン、一つ二つ明かりが灯る、いざのわれて心が踊る、夜の街は影の子、あなたと私、バカよね私信じちゃう、揺らめいて燃え上がる、赤く染まったタキシード、今夜だけはシンデレラ。時計の針重なり合えば、三つ四つ時間が過ぎて、もうスピード駆け抜けてゆく、夜の街は歌、そろそろ決めて、最終回を焦る気持ちが空回ります。あなただけ、うん、タイちゃん、見つめてるタイちゃん、いいでしょう、夢構わない、はい、恋なんて思わせぶりは誰こよ、今夜だけはシンデレラ。みたいですね。はい、ありがとうございました。はい、田辺大蔵で今夜だけはシンデレラ、生歌コーナーでございました。ご清聴誠にありがとうございます。ね、歌手みたいとか言われてますけど、はい、もう歌手でね、もうなんか今年やっとね17年目今活動しております。もう本当にね、いろんなところで、ライブコンサート、そしてまた渋谷区ではセルリアンタワー東急ホテルなんかでもね、ディナーショーなんかさせていただけるようになりまして、またね、
今年お知らせできる時になりましたらまた告知させていただきたいなと思います。さあそんなわけでですね、お送りしてまいりました。もうメールも多分以上かな。さあグキューさん、上島社長、はい、いかがですか、このラジオに出たりとか、はい、そういう機会というのはなかなかないですね、はい、ですね、どうですか、はい、ご感想なんかちょっといただけると。いや、すごい緊張しましたけど。緊張しました。はい、皆さんベテランの囲まれてフォローしていただいて。いや、もう本当に、はい、本当にやっぱでもこういう感じなんでしょうね。お客さんもやっぱこうお店を応援したいとか、うん、なんか、まあ、もちろん味もサービスもいいからもちろんリピートしていくんでしょうけれども、やっぱり人柄がこう人を集めるというか、うん、そういうところもすごくあると思いますね。そんなラジオ、今もう聞くだけじゃなくて見るラジオと言われております、うん、この、昨今でございます、はいはい、ぜひこの、泰造映像午後のひとときをご覧の皆様にメッセージをこちらのカメラに向かってお願いしたいと思います、はい、ぜひ渋谷に来たら場所を説明しづらいですけど、元東急本店の向かいというか、向かいですね、はい、まあ、調べていただいて、はい、台湾料理呼吸、はい、そしてね、渋谷クロス FM 泰造映像を見たっていう人がいましたら、うん、はい、そうです、何らかのサービスが何らかのサービスではないかなと思っておりますので、ね、はいはい、でもあんまりみんなね、そんな一気にね行かないでいただきたいなと思います。もう一気に来ていただいて構わない。僕らね、あんまり忙しくなるとね、そうそうそう、ちょっとオーダーすると出てくるのに時間かかったりするので、ね、困りますからね、まあ、その辺はちょっと社長の方でちょっと工夫していただくということでございますけれどもさあそんなところで、はい、先ほどちょっとねお話が急に僕の生歌コーナー出ましたけれども、クセモンさん、はい、フライングキッズさん、先日盛岡で、うん、ミュージックフェスティバルに行ってくると、そうそうそう、行ってくるぞというお話先月伺いましたけれども、うん、はい、その時なんかちょっとお話がちょっと、はいはい、はい、ね、チャグチャグロックフェスティバルっていうのに行ってきまして、チャグチャグ、うん、チャグチャグっていうお祭りがあって、ええ、馬にね、がね、まあ、チャグチャグってこう鈴が鳴るようなことで、うんうん、歩くっていう祭りがあるんですよ。その音から、音の名前から取ったみたいな、チャグチャグチャグ、うん、チャグチャグロックフェスっていうので、うん、僕らとか、ウルフルさんとか、うんうんうん、あと奥田民生くんとかさ、はい、あとね、なんだっけ、最近ではクロイとか、うん、羊文学とか、うん、で次の日にはね、ドラゴンアッシュとダッシュ出たり、じゃあもう結構さぞ盛り上がったという、盛り上がりましたね、目の前が岩手さん、岩手さんドーンって見えるって、それをね、ステージのまんまに見える、いいフェスでした。うん、ぜひ今度、ね、うん、来年も出ることあったら呼ぶんで、ラジオはお休みしてきてください。皆さんが承認ですからね、今オファーがありますのでね、はい、あ歌う、バーターで、バーターで、バーターで歌うのね、喋りでもいいですよ、紹介しますのでね、MC で、ね、MC でね、コーナー MC、まあ、これ冗談ですけども、はい、ということで、はい、まあ、今月は本当に盛りだくさんな、うん、泰造映像となりました、クリーン&アートさん、そしてまた株式会社呼吸さん、うん、そしてまたクセマンさん、はい、フライングキッズさんから、ご登場いただきました、はい、もう最後ちょっと時間が短いんですけれども、来月は、いや、じゃあこの本日の放送は7月10日頃をめどに、YouTube 水曜日チャンネル、渋谷クロス FM 水曜日チャンネルでアーカイブ配信が、リリースされます。次回は、7月24日の水曜日の午後2時にお会いしたいなと思います。アーティストゲストでは、シンガー&ボイストレーナーのマリア・ファノラキスさんをお迎えしてお送りしたいなと思います。はい、この番組では地域でご活躍の企業、またジャンルを問わぬさまざまなアーティストをゲストにお招きしてお送りしていきます。最後にタイトルコールを皆さんご唱和していただきたいと思います。はい、午後のひととき泰造映像呼吸万歳万歳線路は敷かれて
くても